詐欺田村小学校事件とは1915年、香川県香川郡詐欺田村大技坂田の詐欺田村小学校で起こった部落差別事件である。当時、被差別部落出身者とそうでないものを、児童、教員ともに別学級、別校舎で授業を受けさせていたが、1915年に、 当時の香川県知事、若林雷蔵がその現状を改めるため、被差別部落者とそうでないものを統合して、教育を受けさせる統合教育を命じた。しかし、被差別部落以外の保護者が児童を転校させたり、同盟休校させるなどで学校が混乱し、それを収集するため被差別部落出身の教員が、辞職に追い込まれた。幼い頃から被差別部落民との交流があった。 宮武骸骨はこの事件を知り、ブラック差別は人権問題であり、差別根絶には法規制が必要と痛感。差別的現時を用いて人を侮辱する者は一年以上の懲役に処すとの法律条文を設けるべしと、雑誌で主張するなど、ブラック差別の不当性を一貫して訴えた。その後事件のあった詐田村小学校は、高松市立鶴尾小学校に名を変え、 戦後、事件の余波や、校区内の童話地区の存在も相まって、部落差別に関する童話人権学習が特に積極的に行われるようになり、21世紀に入ってもその傾向は続いている。原高松市松並町、ありがとうございます。